これより会議を開きます。この際、新たに議席に就かれました議員をご紹介いたします。議席第347番、選挙区選出議員、長野県選出、羽田次郎さん。議長は本院規則第30条の規定により、羽田次郎さんを外交防衛委員に指名いたします。日程第一、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案、趣旨説明、本案について提出者の趣旨説明を求めます。小泉進